ねえ、ピオちゃんとは、全国の新聞10紙で連載中の4コマ漫画です。2月7日にピオちゃん連載1000回を記念して、ピオちゃん2クイズを紙面で開催しました。このピオちゃん2クイズに、なんと2821通ものお便りが寄せられました。おー、おはがき今手元にあるんですが、皆さんびっしり感想を書き込んでくださってますので、この中からたくさん感想をご紹介したいと思います。イエーイ。なんか読者の方もまずピオちゃんから読んでますっていうような声がちょっとあって、やっぱそこからスタートする人は多いのかなって思います。あ、そうですか。なんかどんな、はがき持ってますけど、特選会記念でしたっけ、この時の、はいはい、そうですね、クイズのやつですよね。クイズのやつのハガキが東京新聞の文化部さんのところに届いたのをちょっと今預かってるんですけれども、どれぐらい来てたんですかね。すごい山になってますけど、確か2800通って言ってましたね。そうですよね、2821通って書いてある。すごいですよね。このクイズめっちゃ難しかったですよね。私全然それほど3人で頑張って解いたんですけど、80点にしかなんか8問しか解けなくて、うちはじゃあどんなコメントが書かれてるんですか。コメントが書かれたりしてます。本当だ。あ、子供からも来てるんですね。そう、子供が4コマを、あ、書いてくれたんですか。10歳くらい、10歳で自分で4コマを書いて、すごい来てますね。うまい。あ、また吉と、そう別品さんもいる。本当だ。上手ですね。うちの猫も加わりました。すごい。みんなで集会に行きます。宮司がいつの間にか、ブルって猫だっけ、まあいいか、ブルはあれかな、ブル、いつの間にかピオさんって、まあいいや、また吉だから。猫の集会なのに犬もピオちゃんも、来ちゃったっていうこと。すごいですね。あ、上手。すごい。うん、上手。すごい。これ、あ、すごいいっぱい来ても、この方もすごいですよね。ご主人が毎朝ピオちゃんを登場人物になりきって朗読してくれます。いつも大笑いしています。すごい素敵。毎日あるとやっぱいいですよね。ねえ、そうですね。ピオラーですとかいますね。ピオちゃんノートを作ってる子もいる。ピオちゃんノート。うん、あ、すごい。抜くってことで、抜いてノートに貼り付けて。すごい。こうやって感想書いてくださったんですね。ピオちゃんノート読みたい。ピオちゃんノート。新聞に載ったやつ読みたい全部。ねえ、すごいですよね。10歳。10歳で。あ。達筆10歳で、本当ですね。お孫さんが日和ちゃんという方がいて、家族からピオちゃんと呼ばれています。うわ、すごい。これは今日の日和はどうだと、じいちゃんばあちゃんはちょっと投影してますよね。そうですね。70歳 の女性の方はすみれさんというので、お母さんが私と同じ名前です。すみれさん、いや、そこはもうなんかこう感情移入しますよね。しますよね。実際なんかその自分の子育てのこととか思い出しながら読んでらっしゃる方もいるみたいですね。あ、そういうことか。結構、あ、こんな風に声をかけたらよかったっていう風に反省もしますみたいなコメントも今あったので。なるほど。なんかおおらかですね。でもやっぱり、ね、なんかそう、ピオちゃんノート作ってる人何人かいますね。ねえ、ありがたい。いすごい。手書きでいろんなこと書いてくれると、2000回目指して頑張ってください。そうか。すごい。朝4時半に新聞取りに行って、ピオちゃんから読んでますと。おすごい。仕事を始める前のルーティンの一つがピオちゃん読むことです。60歳の女性です。そっか、朝4時半、ピオちゃんを心待ちにして朝起きるわけですね。いいですね。
いいですね。うーん、そうか、ファンレターを送ろうと思ったんですが、うん、窓口がなかったので東京新聞さんの中に窓口を設けていただけないでしょうかというお便りも来ています。おそれは要検討なんですね。要検討ですね、高岡さん。自責に作れないです。自責に他の新聞社さんも一緒に載っているので、 そうでしたね、そこら辺の兼ね合いが大変ですね。69歳の女性の方は、ストレスの多い毎日ですが、うん、朝一番にピオちゃんを見てほっとします、うん、ひみこちゃんやぐうじさんは周りにもいそうです。毎日切り取っていましたが当たればいいなと念じております。最後は当選祈願が入ってました。なんかやっぱ身近なキャラクターというか、そこら辺にいそうなキャラクターっていうのもきっと皆さん引きつけてるんでしょうね。すごい、小学校3年生の子も出してくれてますね。やっぱ同じ年代で結構8歳9歳、同級生としてなんかピオちゃんも接してるのかもしれないですね。宮司さんも頑張ってっていう。宮司さん好きが結構宮司さんも頑張って、宮司さんちょっと、ね、いつも振られてますからね。かわいそうっちゃかわいそうで、いつも宮司さんの思いが八に届くことを願ってますっていうのあります。宮司さん普通に街中にいたらちょっと怖そうだなって言えそうですよね。怖そう、絶対避けちゃう。怖もてる地域の人ですよね。なんかすごい宮司さんのこといろいろ書いてありますね。本当にそうなんだ。宮司さん怖もてだけど心の優しい人。宮司さんの思いが誰かに届いてほしい、端に届いてほしい、いつも煮干しとかね。あれ今コミックの4巻でちょうど宮司さんの回があったんですけど、すっごい満面の笑顔で、ハチ鳥のささぎだよって餌を持ってきました。でそのちょうどその建物の下のあたり覗いていないって寂しそうに言って、3コマ目でなんかすごい怒った感じで置いとけば食べるだろうっつって、そのささみを置いとくんです。最後にハチとかが屋根の上にいて、でまた基地から目の前で食ったらええやんって言われるんだけど、うん、人に媚びないのが野良猫っすっていうハチのセリフで締めるっていう。かあ、これ多分ハチに届かないですね。届いててもこう届いたことを実感させてもらえなさそうですね。片思いが続く。結構ね、愛されてますけどね。ハチは野良猫の矜持を持ってますね。そうですね。グッジさんとハチのこれからの展開を楽しみにしてますって人が結構いる。びっくり。そうか、うーん、周囲の人にも勧めてますとか、実家の新聞でファンになり他紙から乗り換えてしまいましたとか。おー、すごい、すごい、ちょっとまあ。朝ほっとしてスタートするっていうのはいいですよね、うん、11歳の女の子がお母さんのダイエットが面白いって、うん、11歳いつかテレビアニメで見てみたいですね。ちびまる子ちゃんちびまる子ちゃん、これくらいキャラクターの性格付けがしっかりしてたんで、うん、なりそうですよ、うん、そうですね、うんうんうん、受験勉強の合間に読んで、ピオちゃん大好き、癒されてます、うんうん、毎日欠かさず読んでいるのでピオちゃんのページを開くのが早くなりました。素晴らしい。受験勉強ってことは、はい、15歳、あ、高校受験、高校受験、嬉しい、うん、いろんな年代の方に愛されてますね。本当ですね。嬉しいですね、こうやって手書きの。そうですね、すごいですね、なんか伝わってくる、ね、止まらなくなります。止まらなくなりますね。コミックも全部カラーなんですか、紙面って全部、うん、ね、コミックはカラーじゃないところも、はい、あります。あ、本当だ、すごい、1巻はボロボロになったので買い替えましたって感じです。すごい、めちゃめ
めちゃ読んでますね。すごい。幼稚園の頃から絶対にみよちゃんを見てから出かけるというルーティンができている子がいるらしいですよ。はい。コミックは一番新しいのはこの4巻ですね。そうですね、4巻が2020年3月まさに今月発行の。なんかこの方は4巻はもう書店で予約したので私は抽選から外してくれていいです。ただファンとしてこうファンの一人がいるよと手を挙げたかったから出しましたと書いてますね。強い。これ昔サザエさん今ピオちゃん、もっとこの楽しさをみんなに知ってほしい、大大大好きです。すごいですね、国民的漫画サザエさんとピオちゃん、うん、並んじゃいました。並んじゃいました並んじゃいましたね。でも確かに取材先でピオちゃん面白いよねってなんか言われることありますよ。やっぱりそうなんですね、はい、うん、面白いね見てみようって。ずっと続いてほしいですもんね。続いてほしいですね。ピオちゃん辞めたら新聞辞めますよっていうのありました。そうなっちゃう。なるほど。ちょっと今これはずっとピオちゃんもちろんピオちゃんに行きたいんですけど、ね、単行本一巻をオールカラーで再発してくださいっていう声もありましたね。カラーで見たいですよね。カラーじゃない ね、 ね、半分ぐらいもなだからピオちゃんノートをつけてる子たちはオールカラーですね。オールカラー、オールカラーですね、うん、新聞掲載のやつはオールカラーですね、うん。大変ですよね、毎日毎日。ありがたい。どうやって書いてるんだろう。ね、1話書くのに5時間ってかかるっていう。なるほど。ね、あ、ごめんなさい。1話書くのに5時間。青野さん、青野さん。大変じゃん。なんかまとめて作業はするけれど、ちょっと割ってみたら、1本あたり5時間。いや、大変だろうな。でも8日間で15本作ります。8日間で15本。あ、結構ハードですね。ハードですね。じゃあちょっと締めに行きますか、はい、締めに行きましょうか。読んじゃいますね。読んじゃいますよね。なんかあの先生残していいですか。はい。最後、人間に必要な栄養の一つだからだんだん食べられるようにね松崎くん、はい、って桜川先生は注意して、うん、でコンビニで860円です、先生こんばんはって松崎くんが言って、松崎くんが今日の夕飯おにぎりと唐揚げだけですかって聞いて、大人はいいのよみたいな、なんかいやごめんなさいいいなと思って桜川先生自分は野菜食べない自分は食べない、大人はいいのよっていう、一番あの大人はいいのよって聞き覚えがありますもんね自分が言われてた方で、言われてた方で私言ってる方で聞き覚えがありますすいませんみたいな大人はいいなって実はねみたいな、あ、ちょっとこう あれかもしれないですね、なるほどあんまり言えないけど CM 行きましょう。いいいい、やピオちゃんでみんなで話すとやっぱりこうひみこちゃんが好きだとか、あのまた吉のあの深い愛とか本当に語るとどん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 出てきてしまうんですけども、ただやっぱ声としては、今後もピオちゃんを読んでいきたいっていう読者の方の言葉も多くてですね、今回2017年4月から本誌で4コマ漫画ねピオちゃんを掲載しておりまして、1000回を超えたということでこうフィーチャーされています。あの読者の声で2000回を望みますという声もあったりですね、ピオちゃんを毎日読むのが楽しみですというような声があるので、これからもですねピオちゃんを読んでですね一日をスタートしていただけるよう読者の方にはまた応援していただけると嬉しいなと思いますし、これからも東京新聞をですね、皆さんご愛読いただければいいかなと思います。それではですね、皆さんこのチャンネルを聞いていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。